今井義行今井義行5月25日から1951年6月30日は衆議院議員弁護士法学博士愛媛県周装郡小松町を生まれ1897年に愛媛県立松山中学校を1900年に第一高等学校を卒業し1904年7月に東京帝国大学法科大学読法科を卒業した さらに、同大学院で国際法を専攻。終了後、東京地方裁判所判事に任命された。1908年、真野昌平で判事在職のママ天津の北洋法制学堂で司法制度を教授した。1914年、帰国して判事を退官し、大阪で弁護士の業務に就く。同年12月24日に法学博士の学位を授与された。 1916年、中華民国での五国戦争に際し、雲南軍政府の招きで、軍務員の顧問に就任した。1917年の第13回衆議院議員総選挙に出馬し、当選を果たした。不戦運動に加わり、不戦博士と呼ばれたという。1918年には、吉野作造らと黎明会の結成にも関わった。その後は、 社会大衆党の顧問を務めた。1942年の第21回衆議院議員総選挙で、再び議員に返り咲いた。戦後、大政翼賛会の推薦議員のため公職追放となった。住所は神戸中山手通。ありがとうございます。